い、これ後ろにテックスドライブインというのがあります。このテックスドライブインというところに行ってみたいと思います。これはハワイ州のハワイ島にあります。だいぶ北の方ですね、北の方にあります。でここはマラサダが有名です。でここのマラサダは四角いマラサダで、で揚げてるところを作ってるところを、オープンキッチンみたいになっていてガラス張りに見ることができます。でここはハワイ島の、だいぶ北の方にあります。なかなかマラサダハワイでは有名なんでいい感じです。プレーンのマラサダとこのように注文してから中に、フルーツのソースを入れてくれるタイプのがあります。でこのフルーツのソースが入れてくれるやつは何種類かあります。これはマンゴー味です。中にあれだ、後から入れるんだ。オアフ島ではレナーズのマラサダが有名ですが、マラサダ自体はこのようにドーナツのように揚げてあるものでハワイにはたくさんの場所であるみたいです。はい、ということでマラサダを食べてきました。すごいふわふわで、でとにかく熱々、もう、まあ、偶然かもしれないけども、タイミングが良かっただけかもしれないけども、そのフライヤーから出したのを直接袋に入れてくれました。で本当に熱々で、もう美味しかったなって感じでした。ちょっと砂糖がパサパサっとこう上についていて、あれからでまた美味しい感じで本当に食べて良かったです。ここはテックスドライブインという、ここが道路ですね。テックスドライブインという場所でした。じゃあありがとうございました。終わります。